2023年11月に開催された名古屋のインディーズレーベルトラストレコーズとビクターエンタテインメントゲッティングベターレコーズがタッグを組み立ち上げたインディーズレーベル DTO30 のオーディションで初代グランプリを獲得した高校生4ピースオルタナティブロックバンド前髪パッツン少年がファースト EP シークレットアンブレラガールをリリースした。前髪パッツン少年は2023年7月に結成した藤沢発高校生4ピースオルタナティブロックバンド通称前パツ。コンポーザーであるズマ、DA、ブヨーを中心に練り上げられた中毒性のある楽曲と高い演奏力、そしてオーシャンズメ、GT、ブヨーのリスナーを引きつける力強い歌声が特徴の10代最注目バンドだ。メンバー全員が現役高校生ながら希望な個性とクオリティを持った前パツは同世代や早耳リスナーから早くも注目され始めている。リリース情報ファースト EP シークレットアンブレラガール2024年3月27日水曜日デジタルリリーシャットプスビート30 LNK2 セクレチンブレラガール M1 シークレットアンブレラガール M2 リゲーム3ムーンパレード